次皆さんフリップオープンお願いします。はい、そうですね。じゃあちょっと宮地の行ってみようか。あれ私、はい、催眠術にかけられたい。そうなんです。私とにかく催眠術にかけられたくって、日向坂の他のメンバーの皆さんの姿も見たいし、自分もすごく興味があるのでとにかくやってほしい企画です。なるほど。うん、宮地かかりやすそうなの自分でどう？かかりやすいタイプだと思います。なんか YouTube とか動画で画面越しで催眠術をかけられるっていうのがあるんですけど、それにもかかっちゃって信じてるので。どうなっちゃったのその時はかかって、うん、手が開かなくなるっていうのが、あやーってなりました。